フレールが発見した蝶名の一つ、大英博物館に展示された北寸の蝶名、右はロンドンで発見されたグレーズ・イン・レインの蝶名。ジョン・フレールはイングランドの考古家、すなわち考古学確立以前の遺物研究者で、1797年にサフォーク州北寸で旧石器時代の石器を全滅種の大型動物と共に発見した先駆者。フレールはノーフォーク州ロイドンホールにシェパード・フレールとスザナ・ハトレイの息子として生まれた。エレノア・フェンは彼妹である。1766年、フレールはケンブリッジ大学ゴンビル&キーズカレッジを数学専攻者の第2位にあたるセカンドラングラーとして卒業し、さらに同カレッジから修士号を取得し、さらにフェローに選ばれた。その後、フレールは政治家としていくつかの公職を歴任し、1799年から1802年まで庶民院議員を務めた。粘土採取のために掘られた穴にあった加工石器の観察から湧き上がった過去への関心は、フレールをロンドン考古協会や王立協会のフェローの座へ、また、ディスにあった自宅から見て、ウェーブニー川の対岸にあたる北寸の集落のすぐ南側における本格的な発掘作業へと導くことになった。フレールは地元のレンガ工が掘った深さ12フィートの穴で発見した可動域製の武器と全滅種哺乳類の大きな骨についてロンドン考古協会に書簡を送った。フレールは自分が発見した加工された可動域について武器であり、金属の利用を知らなかった人々が製造、使用したもので、この武器が発見された状況からすると、実に古い時代の、あるいは現在の世界以前のものかもしれない、と記している。さらにフレールは、発見した石器が古代の海底のもとに横たわっていたという、相助学的見解について慎重に記述している。この書簡は、1797年6月22日の会合で公式に検討され、1800年に交換されたが、フレールの解釈は当時の一般的認識とは根本的に異なるものであり、その後60年ほどの年月にわたって見過ごされたままになった。フレールが石器を発見した場所は、その書簡で述べられた見解から、また並行して発見された遺物、動物の化石、相助学的証拠などからヨーロッパにおける中期後進世の重要な発掘場所の一つと考えられている。1768年6月12日、フレールはジョン・フーカムの娘であるジェイン・フーカムと結婚した。ジョン・フーカム・フレールはこの夫妻の間に長男として生まれた。また、次男エドワードが後に設けた子供がヘンリー・バートル・フレールである。4男。ウィリアム・フレール、イツオ・バーソロミュー・フレール、ムツオ・ジェームズ・ハトレイ・フレールを含め、夫妻の間には7男2女が生まれた。ありがとうございます。